B リーグ所属のプロバスケットボールチーム島根スサノオマジック、そのオフィシャルチアパフォーマンスグループであるアクアマジック。今回の番組ではその試合会場の裏側に独占密着いたしました。今回の撮影場所は島根県松江市にある松江市総合体育館。試合開始約2時間前からスタンバイ。ユニフォームを着たメンバーたちの目はプロの眼差し、真剣な表情でミーティングに臨みます。今日も頑張っていきましょう。せーの、ゴーゴーマジ、お願いします。試合中はコートの外にいてもお客様に見られる立場。一瞬の隙も許されない世界。コート外では緊張が走ります。精一杯踊ります。でも楽しんで島根スサノオマジックバーサス新潟アルビ。そしていよいよ彼女たちの出番がやってきました。試合開始。会場を一斉に笑顔に盛り上げつつ、いつ来るかわからないタイムアウトに向け、全員の呼吸を合わせて次のパフォーマンスの準備もします。そしてタイムアウトが来た瞬間、走り最高のチアパフォーマンス。合計約3時間、山陰に元気を、島根スサノオマジックにエールを送り続けるために会場中を走り抜ける彼女たち。まあ、勝ってる時はもちろん、負けてる時も元気に明るく笑顔で会場を盛り上げてくれてて、僕らと一緒に戦ってくれてるなとすごく感じてるので、本当に戦友のようなそんな存在だと思います。結構緊張します。タイムアウト時には島根を舞台としたミュージックビデオで話題のシャイニングマジックも披露し、さらに会場の雰囲気を盛り上げます。いつも温かい応援をありがとうございます。これからも会場や参院を盛り上げられるように頑張るので、一緒に応援よろしくお願いします。シャイニングマジックも聞いてください。参院に元気を、島根スサノオマジックにエールを、がアクアマジックメンバーの思いです。皆様も一緒に島根スサノオマジックにエールを送って、一緒に思いを感じてみるのはいかがでしょうか。